聴者からしたヤバい企画をやっていこう。今回のルールはもうスタートが1万円全部で20点1万7000円。おっかよ、よしよし。うわー、俺あと2回チャレンジある。2、3で勝負しようか。よっしゃよっしゃ、あともう一回チャレンジ、いける可能性出てきたのに。めちゃめちゃ激アツ来ましたね。激アツ来たー。これが今日ここまで行けてたらラッキーかなって言ったところのほぼ合格ラインまで来た件が、だから今日森に入る必要もないかもしれない。だから本当に意見があった時に入るっていうので、残り2倍というとこまで持ってきたら、あとは慎重に。俺はなんかあんまりかな。1逃げそうっすか。逃げそうっす。2号艇出足は悪いわ、4号艇船の向き悪いわ、6号艇あんまり良くないわ。ボックスが安くて広く行けるようなもんじゃないよね。でここから9、10、11って入るのが微妙なレースになってきた。8がちょっとデータなくて、今までってさどれでも利益出るよねってだったけど、今ガミも存在してるし、もうなったら意見があった時の12レースがいいと思う。3号艇の天野明夫選手すごい押してたけど、うん、この中だと別にそんな引からん。それくらい逆に残る5艇の底上げ力が早すぎて、前走よりも3号艇以外全部底上げしてる。ただ6号艇はまだちょっと活躍できんかなっていうぐらい。でもまあ強いて言うなら切るぐらいで、そんな積極的に切らんくていいのかな。ここイン逃げが78だよ。高いですね。高い。卵の上平均よりかなり高くて、まあ普通に考えた時に、いやこのメンバーやったらそうやろって言われるかもしれんけど、もう一個あって、これ1、2が来る確率ないけど56なん。逃げた瞬間2分1引いたらラッシュ突入みたいな。これ14が来る確率14なん。1214だったとしても上がれるんじゃない。6点だったら8000円ずつで上がれる。どう自信の。俺は1、2にすごく自信があるよ。出産としては14に自信はある。ない。なぜかというと3号手の天野明夫選手が強いと思ってるから、そこまでではない俺の、さっきの6って言った時に俺ここって言っとったけど、そこまでの温度感ではない。どうしようか。ここ、いやここ怖いな、ギャンブルだな。でもこれ転がしっていう大前提があるよ。特殊なルールだもんね。そう、いやイモるよこれ。いや明日12レース選べるっていうのが強いよな。ここで勝負かけるか明日に回すか。ここはもう勝負なんよ。ここはちょっと10点にして明日勝負しよう。いやそうだね、確実に行った方が俺はいいと思ってる、うん、これ 1,2,6 を別に切らなくてもいいぐらいになってるから、うん、やっぱ3で売れてんだね。転がします。若干もう雨降ってるんですけど、ここ逃げた時に2ある6なしね。で今回転がしということで広めに1、3、4、3、4、5、うん、なんでこの10点。横一線来てください。横一線で頑張れ。スタート横一線。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、横一線いいよし、いい。まず第一段階クリア。であとは1が逃げて、逃げれるよ全然逃げれる。いや天野選手これ入ってない。うわマジか。いやまだ分からん、まだ分からん。いやマジでいやまだ差し返せる、差し返せる。斉藤選手差し返せられるならいい。頑張れ頑張れ。マジかよマジかよ。マジか。頑張れ頑張れ。いや頑張れ、いけ。いやー厳しいな。うわーマジかよ、なんでやろ。全然3頭見えてなかったもんね俺らね。分からんかった。お疲れ様でした。お疲れ様です。5万ぐらいまでいったんですけどね。いやそうなんよ、5万やったんよ。もう目の前にもう10万見えてたよねあれね。いや思うのが今日の平均配当見たら大体ね3000、4000なんよ。てことは明日なんかついにどんどん入ってったがいいのかもしれない。近年暑いとこ待とうって言って全然じゃオッズがつかん、取り返しがつかんのが一番参戦の思うから、俺も太郎さんの参戦なんだよね。今回1万円を10万円にするっていう無理なんで客なんですけれども、やっぱり視聴者はオッズだったらできるんじゃないかっていうのも夢を隠すんじゃないですかね。
転がしっていうのは、多くの船剣士の屍の上に成り立ってるんよ、これは。その散っていった船剣の頂上に行った時には、なるやろな。今まで太郎さんって転がし1回でもやったことある？あるあるある、散ってきた側やから、ね、そう、よくないよね、一人でするとどのレースでも入っちゃうけんさ、二、うんうん、人でやってたらやっぱちょっとさ、一回歯止めがグッとかかるもんね。そうブレーキ役がどっちかやから、一人だったら難しいよ、まあ、それなんかさ、あのその方向性持っていくのそろそろやめてもらっていいかな。なんでなんでなんで、最近ちょっとそういうのあまり、はい、あのさ、困ったらカップルチャンネル持っていくのやめよう。今まで攻めのカップルチャンネルでやってたのに、今なんか逃げのカップルチャンネル、ね、そんな風に中途半端にやるんやったら俺はビジネスカップルやめる。まあなんだかんだね言ったんですけど、まあ、このシリーズ一番最初で失敗するってめちゃくちゃダサいから、そうやね、ここで成功させたいと思いますので、後半見てください。ございます。2日目ですね。もう今日は絶対外せんけんね。今日外したら終わりだでね。終わり。まあとはいえ最近で一番気合入ってるんで、まあラス1やからね、失敗できんしね。このシリーズ最初絶対成功させたいよね。まだやっぱちょっと昨日と違うなっていう感じ。温度が低ければ低いほどプロペラって回るんだけど、今日はちょっと温度が高くて回ってないなっていう印象で、音が鈍い。シスさん逃げると思った？4号艇の広瀬選手がこう来るんじゃないかって予想する人も多いと思うんだけど、そんなに伸びていかなくて、1号艇の佐竹選手がその間にスルッと投げて逃げそうな感じ。あ、そうなんや。ゲームは逃げ61言っとるから、これは逃げで良さそうやね。俺が買うなら1214なんよね。確率はどっちの方が高い？12が44で14が26なんよ。オッズがね、14だけが美味しくないっちゃう。12のところって4引かんかったらめちゃめちゃ跳ねるよ。シシさんとしては誰が追走すると思ってる？俺は2番すごく良さそうだったのと、まあ普通に順当に4番、まあ、ここのあたりだけど、一番面白いのに2で、来ないなと思ってるのは6点でいけるんじゃない ?1、2、4、2、3、4、6。6の2着ある？いや。はい、ということで、船券買ってきました。はい、今回もう逃げ、もうシスさんが逃げていいやろっていうことで、逃げでいきました。俺としては1、2と1、4をしたい。うん、で、シスさんが？俺は2号艇がいい。で、この2が合ってて、で、ここ転がしってことで、もし2、4がこんかったときに3を入れて、シスさん5が悪いって言ったんやけど、1、4の時だけ、1、4、5が来やすいん。ここだけちょっと6じゃなくて5にさせてくれっていうことで、この解明しました。いきます。まず最初はスリット横一線。一線目こそスリット横一線でいい。いや、頑張れ頑張れ。横一線で。揃え揃え。いいよ。あ、いいんじゃない？4がちょっといいかもしれないけど、いや、でも3も出てるね。よし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 。オッケー。逃げる、みんなで止めるんだ。後輩と思ってきて。いや、全然逃げれる。逃げて、いいよ、しよしよし、1、2、でかい、1、2、熱いとこ、1、2、熱いとこ、OK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 、1、3、2、1、2、3やったら激アツ。4が来ちゃダメだよね。4が来ちゃダメ。1、2、4はダメ。でもね、これ4がね、一番いいとこ走ってるよね。2は刺して、3は外を回そう。頑張れ。あ、いいよ、いいよ、あ、いいね、6番いるから4号で攻めない。2、マストリー、よし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 、激アツ。1、2、3、おいしい。1、2、3、おいしい。おいしい、おいしい、マジこれ、1、2、3。あ、頑張れ、頑張れ。逃げて、逃げて、逃げて、逃げて。逃げて逃げて、そう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 、玉川それができる。オッケーオッケー、123オッケー。ただまだ怖いね。まだ怖い。123で、なんならもう握った方がいい。もう回ったらもう勝てない。そうそうそう、握って、とにかく握って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 、そう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 。 A2 と B2 の戦いか。どんどん握った方がいい。いや、何してんの。大丈夫大丈夫大丈夫、握って伸びてこい。頑張れ頑張れ、伸びろ、頑張れ頑張れ。3号艇絞って絞って、内絞って、もう回すなんてやっちゃうかも。握った方がいい。握った方がいいね、絶対ね。若さを見せてくれ。123でいい。123で、そして伸びてくる、伸びてくる、いい、よしよしよし、伸びた伸びた、よしよし、それでいい、それでいい。123でいいよ。123ね、よし123、これ絶対多分123。待って待って、え、写真判定。いや、まああれは俺3だと思うよ。よね、俺も3やと思う。よし、123、オッケーオッケー、あとオッズがいくらか。でもシシさん2って言っとったけんね。2人ともあれだったね、合致しとったね。そうやね、なんだかんだやっぱ合致してるとこ。いくら？2100円。2100円、あ、いいや。
やった、3万5000円 OK、 3万5000円、マジで3万5000円なってる、3万5000円なってる、おーし、これや、転がし、めちゃくちゃいいとこしてるやん。てことあと 2,3 回でいけるで、もう 3.5 倍になってる、よしよしよし、これでかい、よし入ってよかった、よかった、いやこれシシさんがねちゃんと逃げる言ってくれたけんね、入れた入れた、惜しいとこ取れた、 OK、 まず1コロ目成功、はい、28,340 円一致です。これ枠内収入やったら、うん、いい逃げ率68で満手率 13% けど収入が変わるといい逃げ率69で満手率31なんです。いや転がして 30% 引くって、引きに行くって結構リスキーじゃない。シシさんも俺も AI もみんなバラバラやけん、やめとこうか、このレース剣します。逃げた逃げた逃げた、ほら剣成功やね、危ねえ、入ってたら危なかった、死んでた、2コロ目何歩ぐらい目指してるんですか？5万、これ5万にすることによって、うん、次のレースで2倍にするレースが見つかったら、そしたらもう2倍引いたらクリアやから3コロで成功する可能性が出てくるけんが、ちなみにあるは何やった？あるはモーターパワーも使うし、うん、乗り手も上手だし、めちゃくちゃ良かった。あーで AI もやっぱり2号艇の1着率30出してるね。これシシさんさ、うん、5がいいって言ってたやん、5いいね、5号艇 AI 3連単率71ある。高っ。これ5軸でいいんじゃない？うん、確かに。2、3頭で。そう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 。5号艇軸。12点。でなんなら5頭も入れていいんじゃないの？5頭の時はやっぱりクナシー2番かな。2。ここフォーメーションじゃなくていい？いやー確かにな。横に並ばれちゃったら6よりも下の古い突き抜けしかない。まくり差しで確実に突き抜けてるから。2軸の方がいいかな。2軸にしようか。じゃあ軸外でスーパールナシフナケン2でいこうか、うん、だからまとめると2、3の時に5号艇6なしで、5号艇の時に5号艇頭で2ありで6なし、うん、そうやね、スナケンができました。今回は2、3、5頭、うん、そうで基本的に2、3を俺が言って、うん、でシシさんが5言って、ね、だから5がめちゃくちゃいいみたいで、うん、2、3の時は5号艇軸で、うん、でシシさん6がいらんって言ったから6切ってね、5号艇の時はこれ AI 3連単位ですね、そうだね、高いところ展開がねちょっと読みにくくて、結構ここ話したよね展開予想ね、うん、でも俺らも見えんってことで5号艇の時はもう2号艇を軸全転がしてます。これ成功したら4、5万には行きたい、これ行きます、これで行きます。横一線ならな、横一線ならな、これ4遅れてない、遅れてる遅れてる、オッケーオッケーオッケー、ここでチャンスだよ、オッケー、よしこれ2と3も攻めれる、全然2と3も攻めれる、いやいやいや、オッケーオッケー、入ろう入ろう、いけるいけるいける、させ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 さ、いや今2か5やったよ。あ、でも待って待って待って、タロさんタロさん、あ、これ5刺さってない、5入ってない、あ、いやいや、いや、入ってる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 、いや、粘れ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 、マジ粘れ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 、先前できる先前できる、よし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 、入った入った、よしよしよし、これでいい、これでいい、これでいい、オッケー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 、5、いけ、5、5、5、いけ、5、いいよ、すごい、オッケー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 、521と512だったらどっちの方が高い？いやこれ多分51やと思う、もうこのままでいいと思う、このままでいいと思う、このままこのままこのまま、もう512でいい、512でいい、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、おそらくね51の方が売れてなかったはずね、512でいい、512でいい、オッケーオッケーオッケー、そのままそのまま、いや1の方が外おるから有利なのよ多分、オッケーオッケー、よしよし、1号で頑張れ頑張れ頑張れ、もうほぼ当たりないけど512でいい、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 よし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 、危ねー、マジで逃げたと思った、終わったと思った俺も、512でいい、512でいい、このままこのまま、もう何もなく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 、512よね、よっしゃ、危ねえ、よかった、終わったと思った、これ終わったと思った、俺死んだと思った、これ危な、危ねえ、マジでビビった、これやっぱいい逃げ率低かったね、低かったね、いやこれでもシスさんが5いっとったけんよかったよ、俺やったら2、3やもん、5500円入れてる、そうそうそう、2が売れとったから、
円くるやん。5万いってる。オッケー。よしよしよし。5万いってる。よし、目標金額いってんじゃない？いってるいってる。5万いってるよね。いってるよね。オッケー。よしよし。一回転がした。オッケー。よしよし。これもう俺もう終わったと思った。俺も終わった。いやもう。オッケー。5万2千。ということで5万2200円歴史です。ニコロメ成功。いやー疲れたね。いよいよ5万円まで来ました。この5万円になるとね、一気にねもう見えてくるけんね。3回目の境地ですよ、うん、まだ俺らが玉川で踏み入れてない境地やけんね。ここもまた鬼門なんよ。こっちに踊らされないかが怖い。一発で当てたい剣が2倍になるようなとこ狙っていくのも聞こうとして間違ってると思うね。ちゃんと予想を組み立てて2倍やったらそれでいいけど、2倍が大前提じゃないってことだよね。そう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 、予想が前提やね。普段めちゃめちゃ元気だったら今日元気に頑張れ。暑いもん。体重増えたことによって内部に熱溜めていくもんね。熱を発散できんもんね俺らね今ね。しんどいね。当てましょうじゃないんだ、はい、昨日はチャンス3回で行くと。あーそれはというところから今日も後がないじゃないですか。崖の上に落とされてる人みたいな。あ、ポニョ。あ、ポニョっぽく見えてきた。あ、ポニョやん。ジブリで言ったらポニョやね。ハウルでしょ。ハウル絶対ないやろ。え、ハウルに閉まるわけないよ。コースってなるとちょっと厳しいかなって、うん、なんかまだ B1 に上がりそうにない B2 やね、うん、これね3号艇がまくるレースなんや。うわ、いや1-3やったらしいね。もうこれ1-3切るしかないよね。そうだね。切るだけの根拠があるかないよね。転がしのリアですね。難しいね。全然俺逃げると思うんだけど、ただ問題は3号艇が全然出てなさすぎて、うん、ダッシュの4とか止めれるかなみたいな。うん、インディケが73なんや。14がなんと 29% あって、やから俺これ押したいのは14なんや。で、まだオッズに余裕があるなら俺1号も行きたいもん。3切ってもいいんじゃないかなって思うけど、1、4、5、2、4、5、6、それで行こうか。それでそのまま逃げよう逃げよう。こっからこっから逃げよう逃げよう。1号艇逃げよう。逃げて、そうよし、そうそういうこと。よし、そう5入ってない。絞れ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 、よし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 、4を止め、4を抑えな。絞って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 4切れろ4切れろ。よし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 、これ結構有利な位置だよね。オッケーオッケーオッケー、回して刺せばいい。回して刺そう回して刺そう回して回して刺せろ。オッケーオッケー、よし145でいい145でいい。いや頼む、届いとって。810円。いくら？うわぁ届かんかったか。いやでも外さんかったことが大事。逆に7万あったら次楽やき。そうそう、一応この当たりは貴重な当たりだよ。そう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 、転がらんな。転がるけど届かんな。まず4000円。マスカード7万円あと1回転がして、3回転がして。でももう1、2でもダメ。あ、いやこれもう微妙やね。なんかリスクに見合ってないんだよ。いやそうなん、インディゲねそんな高くない。シスターの展示したいけど11ね見るけどね。うん、まあ大前提入らん可能性の方が高いかな、うん、ここで行くよりももう我慢して12がいいんじゃないかな。2号艇強いな。誰だ。あ、中澤選手。いいえ、うん、なるほど。いやとうとう12レース来たねこれね。はい、12レースなかったですね。なかった。いやでもそれくらいもう7万を10万にするっていうのは狙い澄まさない関係。だってさっきの11レースとかマシュマシュ危なと思って飛んで見たくなった。この12レースずっとチャンスだ。12レースはね、そう。俺展示見るとね、2号艇があるのせいで、うん、なしは6で切っていいと思って、うん、2号艇の中澤選手めちゃくちゃいい足してるから、一着率とかそういうのもちょっと聞きたかったんだけど。一着率 7% ない。7なんだ。俺1-3-4とかでもいいのかなと思って、1-3が来る確率が18で、1-4が14なんやけど、これも1-2と混ぜ始めたら変えんのよね。
1345000いける、うん、届きそう。今のオッズなら1345000でも入れたら勝てる。届く届く。これそうなると5を入れないデメリットはないと、うん、ただめちゃくちゃ危ういのが142だけオッズがガツンと下がり始めてるからその時が怖い。ギリ届かんとなる可能性も出てくるのがこの1345000142をここ切ってしまってもうそれ以外を取りに行くって方でもそうだね。11点になれば余裕は全然違う。出るやん。他もカバーできる可能性が出てくるよね。シスさんとしては後悔ある？それもし14に来たら。いや、まあそうだけど、いやまあ怖いよ。いや怖いは怖い。うん、それでなんか他のところを変に削るよりも5を削るとかよりも俺14に削った方がいいと思う。結局安全に安全にやっとってこの今の状態なんだから。でも最終列がないもんでってことだよね。そうそう。決断してたってことだよ。勝負してもう外れたら華々しく散ろうよ。そんな俺ら簡単な企画やってないと思う。これもう分かった。太郎さんの言うようにもう1より2を切って11点で勝負、うん、そうすればもうそれ以外の回が全部全部いけるやろ。それでいこう。そうしようか。決めました。いきます。今回はこちらです。もう1345の方、1345の方ね、うん、ただこの12点の中で12点買ってしまうともう利益的に届かないということで142だけ削ってます、うん、削ってる。これはもう話し合いの結果で決まってこの11点で勝負します。全部かけてます。7万円勝負します。いきましょう。どんどん転がして10万円にするよって。よっしゃよっしゃよっしゃマジかよ。なんでやろ。この2日間で一番綺麗な横一線でいい。スタートをスリット揃って逃げよう。頑張れ、うん、横一線。よし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 。内側より内側より OK。 さあここからここからよ。ここからまず逃げて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 。やばい。え、これ刺さってない刺さってない。切れろ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 。マジで切れろマジで切れろ切れろ切れろ。よしだな。あとこれ13になればいい。このねライン走ったら OK。1314 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 1314
でも3号艇閉めたらいいんじゃないかな。閉めない閉めない閉めて閉めて、おー、いやいやいや、閉めて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 、3号艇、いや、いや大丈夫、外思い切り握って握ってこい、伸びろ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 、いいよ、よし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 、オッケーオッケーオッケー、マジでありがたい、あぶな、船1さん、もうこのまま3号艇ちゃんと握れば、ちゃんとちゃんと回れば、あ、やばい、危ない、1さん1さん、なんなら1さんだったら6もとあるある、1さん6でもいい、これちょっとでも刺す角度がないんじゃない、うわー、いやー気にしていた、もうそしたらもう何もなくこのままゴールでしょ、1さん何もなく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 、1さん2で1さん2で、よしよっしゃよっしゃ、オッケー、これはクリアしよう、これ1さん2っていくら入れてんだっけ、これ6400円入れてる、6400円、だから1600円とかつい16倍とかついてないと厳しい、マジ言って、うわー、ギリギリ、え、ちょっと待って、マジ、え、ちょっと待って、マジ言ってる、え、一回計算して、ちょっと待って、1600いくら、1630円、え、待って待って、ギリギリじゃない、マジでめっちゃ危ないよ、これ届いてない、え、6400でしょ、うん、かける16点、何、16.3、危ない危ない、マジでめっちゃ鳥肌立った、危ない危ない、危ない、鳥肌めっちゃ立った、マジでギリギリや、あの1点削るってやってなかったらマジで行ってないね、これね、行ってない、1、3、4とかでもいいのかなと思って、これもう1、2と混ぜ始めたら変えんのよね、1、4、2、4、うん、マジで、絶対行ってるよね、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 よっしゃ、あー、危ない、2日間なくなった24です、全部行くよということで、1万円が4コロが締めで、私試験が104,320円です、ギリギリ、危なー、マジで、これ最後までどんだけ、いや、これオッズマジでミスってたらアウトやった、いや、マジで1倍でも 0.13 勝てたらアウトやったよね、アウトだよね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲
疲れた。この2日間マジでやばかったね。暑いしね、うん、このポーズすな、このポーズすな。早速ないけども結果発表いっちゃおうか。はい、ポーターズが2日間ガチで張り付いて1万円転がしたら104,320円になります。過去2万円使ってます。はい、だから実際は7万ぐらいしか利益出てないです。そう、はい、とはいえ最近企画失敗してたから。そう、本人のやつも失敗してたし、なんかギリギリっていうのがね。そう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 、これがね12万とかやったらおーしゃーかもしれんけど、4320円しかプラスじゃなかったやん。そうそう、もうあの時ねリアクション取れてるか自信ないもん。で今回視聴者さんからいただいたヤバい企画シリーズ第1弾をクリアしたよ、うん、1万円転がし結構ヤバかったやろ。でも結構じゃない相当です。相当やね。まだ第2弾第3弾がマジでヤバいけど、うん、ちなみにだけど、うん、控えてる企画俺未だにまだ成功してない自分で。なんで次の企画ちょっと楽しみにしとってください、はい、まだまだヤバい企画みんな送ってきてるので僕は視聴者からの応援メッセージがないと頑張れません。ですので皆様なんとか応援メッセージ書いてくださいお願いします。そうやね、それが俺らのエネルギーや、ね、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。行くんですか行かないんですか。ちょっと待って。